沖騒動は明治元年に松江藩が実行支配していた沖国で起こった騒動。松江藩の軍隊を追放して80日間にわたり、島民による自治が行われた。雲藩騒動とも言われる。寛永15年の松平直政の松江への入部以来、沖は松江藩の預かり地となっていた。沖では中村出身の中沼良蔵が、 天保6年に上京しており、鈴木四二に受学を学んだ後、カラスマ竹山町に私塾を開いていた。幕末期には、沖出身の井上石助や中西武男などの若者が上京して、中沼に入門しており、中西は沖に帰って私塾、幼鳥館を開いていた。嘉永5年の黒船来航以来、沖でも外国船の出現や上陸などがあり、松江藩では、 対応を迫られた。松江藩は、文久3年に、沖の軍備増強のため、当時全国的に導入されつつあった、農兵制を、沖で採用し、藩士、西紀織六蔵がこれを指導した。しかし、沖の島内では、薬病や強作による、食糧難と米の高騰が続いており、慶応元年には、西郷で、打ち壊しが発生した。 農兵の暴動を恐れた松江藩は、慶応三年五月には、武芸里目を布告して、農民の武器の所持を禁じ、農兵隊は廃止された。中西や井上の死にあたる中沼良造は、現時元年に、十津川に、文武館を設立していた。慶応三年に、沖に戻った中西は、井上や隠部正宏らと共に五月に、松江藩の軍隊である山、氷上門に、 文部館設置の嘆願書を提出したが認められず、翌月再提出した嘆願書も再び却下された。12月には、松江藩に直接直訴するため、安倍運平が松江に赴いて嘆願書を提出したが、却下された。そのため、島民有志は、徳川義信への直訴をしようと京都に向かうことを、決意。イン部、中西、井上ら11人は慶応4年2月に密かに、 脱げしましたが、悪天候のため浜田に漂着し、浜田藩を占領していた長州藩の取り調べを受けた。そして、この時、王政復古がなったことを知って帰答した。一方、松江藩とは、大久村商屋の斎藤村之助が交渉に当たっていたが、三人道陳武士総監の西恩寺金持ちから、お国の商屋法へ当てられた書状を、 松江藩の役人が小屋らに渡る前に開封していたことが露見した。この書簡には、沖が松江藩あずから朝廷古領に移されたことが書かれていた。慶応4年3月15日、国分寺で小屋職の会合が開かれたが、意見は松江藩の軍大追放を主張する正義党と反対する出雲党に分かれていた。直後、正義党の百人が、 横地勘三郎宅で軍隊の追放を決定。そして3月19日、住民およそ3000人が沖軍隊の陣屋を取り囲んで、軍隊に六箇条からなる要求を行い、当該退去を迫り、翌日に山軍は反戦で沖を離れた。以後、市政機関としての総会所が陣屋に設置され、島民による自治が開始された。沖投市によると、 次のような自治組織だった。4月1日、中西武志男は、明治政府から、沖が店長寮であることの確認と自治の認定を受けようと京都へ向かったが、思うような回答がないまま時が過ぎた。一方、松江藩は、沖の早期の奪還を画策しており、1868年4月13日に、新政府大上官から沖取り締まりの指令が出された。 4月末から松江藩兵が次々と上陸し、5月10日の戦闘により、松江藩は陣屋を奪還した。しかし、新政府は、島民の取り締まりに兵力が用いられたことや、その事件の経緯が鳥取藩によって間接的に伝えられたことなどを問題視し、沖に観察士を派遣して、取り調べを行うことを指示した。鳥取藩は事件の収集の名目で、 影山竜像を派遣した。この時沖には合図統制のために、長州藩の堤防丸と薩摩藩の犬井降丸が入港しており、影山と堤防丸を率いる山田明義に面識があったことから、鳥取藩の他薩摩藩と長州藩も事態の収集に当たった。5月28日には新政府から派遣された土井健造が沖に到着したため経山は沖を離れた。 松江藩は、問いの取り調べを受け、最終的に、藩平側から発砲したことを認めた。その後、明治元年11月6日に、鳥取藩に対して、置き取り締まりの指令が出され、鳥取藩に事務が引き継がれた。なお、置き東市では、問いの離島後に会議所や、総会所などの機関が一時的に復活したとする。一方、この一件により、松江藩から、 鳥取藩の支配に返したと記しており、明治新政府は自治を公式には認めていなかったとされている。鳥取藩による管轄も大き県の設置により終了した。明治4年、島民と松江藩双方の騒動に関係したものが罰せられ、一連の騒動は決着した。ありがとうございます。